タイガースがチャンスを潰しました。岩瀬が苦しい場面だったんですが、ナイスリリーフという形になりました。1点差のままです。6回の裏に入ります。ドラゴンズは5番の立浪からの攻撃です。マウンドはヤブ。さあ先ほどのまずジョンソン、これ三振。そしてその後今岡はセンターフライでした。さあヤブが6回、立浪に1球目ストライク。球数は5回までで87、今88球目を投げたところです。許したヒットは2本だけ。尻上がりに調子が良くなってきましたけども、味方もね点を取ってくれませんからね、ヤブからしてみればね、そんな良くないと思うんですけども、はい、ボールが先行する今日のヤブのピッチング。立浪に対してはフォアボール2つを与えています。カーブが決まった。今日は緊迫したゲームになっています。名古屋ドーム落ちる球引っ掛けた。セカンド田中、ワンアウト。ヤブもいいのか悪いのかちょっとつかみかねると言いますかね、まあ、うまく変化球を低めに集めているっていう、ね、感じでしょうね。なるほど。甘い怖いボールってのはほんと投げませんね。ボールは多いんですけどね。7割から8割が変化球じゃないですか。はい、それもあのチェンジアップが多いですね。山崎です。また変化球から来ました。山崎も2打席うまく抑えられています。スライダー、中4日が2日続いた、2戦続けて中4日で登板のヤブ。再び貯金生活に戻れるのかタイガース、それとも3連敗で借金生活に転落するのか。あっ、すっぽ抜け。全般変化球ですね。そうですね、この回は立浪に対しての5球、山崎に対しての4球、9球すべて変化球。ストレートは本当少ない今日のヤブです。落とした、三振。ツーアウト。そう、変化球に三振ですからね。最後フォークですかね、縦に割れました。変化球攻め。徹底しています今日のヤブ。矢野のバッテリー6回もツーアウト。そして井上です。
セカンド田中追いつく、間に合う、スリーアウトです。6回も三者凡退、名古屋ドーム6回終了1対0、ヤブがまだドラゴンズに得点を許しません。